トッド・ジェームス。トッド・ジェームス。すごいですね。トッド・ジェームスとかは、なんでこういうの書いてるのって聞いても、いや、なんか、観客は、ケツの穴と猫と、おっぱい描いときゃいいんだよぐらい。何撮ったらこういう絵描くのっつったら、こういうの描いときゃみんな喜ぶんだよみたいな。超パンク。すごいですね。え、若いんですかまだ。あ、トッド、で、いやでも40過ぎじゃないかな。まあ、若いアーティストにしてはもちろん若い部類だけど。これでもかなりするんですか。うん、でもこのサイズ、これはね、このサイズで6000US かな。だから、まあ、日本円だったら70万ぐらいかな。はぁ、でもこれはちっちゃいからね、まだ、売れ残っちゃってる。え、ちっちゃいちっちゃいと売れ残るんですか。うん、やっぱもう買う人はみんな大きくて一番いいやつみたいな感じだから、大きいのから売れてくる。マジで。だから結構トッド・ジェームスはすごく問い合わせとかもあって、あ、こういうのは買えるよって言って画像で送るんだけど、うん、ちょっとちっちゃいなみたいな、もっと大きいいいやつがあったら教えてみたいな。へえ、そんなもんなんすか。うん、みんなやっぱりこういうの買うレベルの人は金に糸目をつけないから、そっか、いいやついいやつ、良ければいくらでも出し、良くなければ出さないしって。なるほどね。あ、これね、トッド・ジェームスの、あ、トッド・ジェームスのペインティングじゃなくてドローイング。へえ。2004年とかの。あ、これわざとこう、なんていうか、まあその辺に送ってる紙に書いてるからね、わぁっつってすげえ。え、ここら辺も結構するんですか。あー、いや、これはね、そんなしない。20万とかぐらいかな、ここら辺。うん、これはね、結構トッド・ジェームスでも初期の方の作品だから、このドローイングは高いけど、5000US とか。へぇ、これは確か 2000US とかするんだよ。イメージとしてはこっちの方が今いい、こういう感じなんですか。そうだね、イメージとしてはこういうブロンドの女の人とか、こう猫ちゃんとか、こうタバコとか、なんかそういうのを適当にベーってこういうゆるいテイストで描いてたりするすげえ面白い。基本的にでもストリートアートっていうか、そういうストリートフィールド出身のアーティストだから。あ、そうなんですか。アカデミックな教育とかも、美術のアカデミックな教育とかも全然受けてないし、へえ、自分で勝手に書き出して、なんかこうアカデミックな教育を受けてないから、アカデミックな教育を受けた人たちには書けない、こういう自由な、なんか型にはまってない絵の描き方するんだよね。それがやっぱ逆に評価されて。すごいっすもんね、これもまたね。そうそうそうやばいね、これ。そう、